お風呂まだだよ。ある？鶏肉でお腹痛くなってる。あ、鶏肉でまだ食べちゃうの。あのね、今日ひき肉食べたよ。ひき肉全然今んとこなんか当たってない。うん、大丈夫。うん、みんなやっぱ心配だよね。元気です、私すごく。うん、ああ。ケール食べたことある？コンビニで買ったマンゴーグミ美味しかったって。おお、こんばんは。マンゴーグミ？どこのコンビニ？種類どこ？美味しそう。いや、そのお腹強いんやなとかじゃなくて、あのお腹ってさ、すぐ当たるもんじゃないじゃん。そう、まだです。うん、お、エイトの日申し込んで当たりますように。うん、トミヤンさん、やっほー。サノは一応強い。いやいやいや、そういうわけでもないよ。すごい、和菓子がいっぱい飛んできてる気がする。嬉しい。ちょっと待って、エース VS さん、たい焼きいっぱいありがとう、嬉しい。まっちゃさん、たい焼きありがとう。わさっぴさん、これは分かった、もなか、違うかな、ありがとう。ひでとさん、たい焼きありがとう。うん、でも空のだ、将来の旦那さん、将来の旦那さん、きっと元気です。きっと元気です。うん、今日和傘の誕生日。おね、和賀さん、そう、スポーツタッキングすごい褒めてくださって嬉しい。和賀さん、誕生日おめでとうございます。絶対見てないと思うけど、うん、すごい和賀さんとまたお仕事一緒にしたいです。うセブンか、日向夏のまた、お、絶対食べたいわ。うん、いや、私お腹強くないよ全然。うん、どうだろうね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ケールね、美味しかった。あ、でもね、ケールすっごい癖あるから本当に、あのね、ケール粉チーズとあのナッツとに、うん、ナッツとドレッシングにすごい救われた。うん、なかったら本当に食べれなかったかもしれない。なんかね、香りが独特なんだよね。うん、めっちゃ香りが独特ですね、ケールね。ツナマヨ美味しいよ。信じません、ツナマヨは本当にねダメなんだって。うん、ツナマヨは多分ね、ツナマヨは私何年経っても食べらんないと思う。前髪そっちわけだっけ。そうだね、おろすかこっちですかね。うん、鬼滅の刃とね、ブロボンさんのプチね、コラボしてるよね。粉チーズいっぱいで美味しそうだね。そう、あのニュージーランドとオーストラリア産のなんだっけ、粉チーズだった。うん、全部かけたからもうあんななっちゃったけど、めっちゃそういっぱいだよね。シーザーサラダみたいなのなかった？でもシーザードレッシングではなかったんだよね。うん、ツナがダメなの？マヨがダメなの？ツナマヨがダメなの？どっちもダメ。うん、ツナもマヨもツナマヨもどれもダメ。うん、そうなの、ダメなんだよね。なんかね、ツナは、あ、マグロとかは全然大好きだから、逆にあの、ね、ツナになったらなんかさ、すすごいさ、香りきついじゃん。それがなんかダメ。うん、かな。うん、
信じません。そう、信じません。いや、ツナマヨ美味しいよとか言われても、私はもう苦い思い出たくさんあるので信じないですかね。香り独特やのに、ケールよく食べようと思って、いや、ケールは届いたから食べただけ。食べるっていう あれなかった。自分から食べようとか思ってないから、届いたからもったいないから食べたって感じ。うん、確かに。でもツナがマグロって信じれんよね、本当に。うん、どうやったらツナになるんやろ。ケールは青汁。なるほど、私青汁結構好きなんだよね。でもフルーツ青汁が好きなんだけど、ね、青汁は分かんないけど、うん、あやちゃんやっほー。青汁ね、でも青汁は私嫌いじゃないと思う。うん、シーチキンだから鳥だと思って食べれば大丈夫。確かに、鳥じゃないと、鳥じゃないの、本当にマグロ。確かにシーチキンってチキンっていうからね、え、どちらかというと鶏肉だよね。うん、あ、マグロ焼いたら、うん、なるなるなる。あ、それをほぐして味付けたって感じ。でもあれ何味なんだろう、シーチキンって。なんかね、小学校の給食とかさ、絶対に週1ぐらいで出るの、ツナサラダみたいな。最悪だったね。鶏肉食べちゃう、みんな鶏肉気にするやん。鶏肉まだ冷凍庫に眠ってるよ。眠ってる。ツナマヨおにぎりは子供も大好き。あー、私はそうですね、ツナマヨおにぎりは食べない子供でしたね。食べない子供ですね、今も昔も。シーチキンって海のチキンって意味かなって。確かにシーサラダとかあるもんね。シーサラダマヨネーズと海鮮入ってるやつじゃん。一回食べたらケールは自分で買わない。買いませんね。ごめんケール、買いません。粉チーズとナッツと、なんかアーモンドみたいなナッツと、あのドレッシングがあれば、それかシーザードレッシングがあれば買うかもしんないけど、自分から張り切ってよしケール食べようっていう感じにはなんないかな。うん、でもケール嫌いじゃない、全然。うん、今日みたいな味付けだったら全然食べれるけど、ケールのみを食べるってなるとちょっと嫌かな。ケールスーパーに なくない？あ、ケールスーパーで見たことないかも。うん、興味ないからかな。うん、ケールが泣いてる？泣いちゃうかな。うん、ケール、パセリ、アスパラ、ショウガ出てくるね、確かに。プチベール、白菜かな。幸せな時もそうじゃない時も、今日も一日ハッピー、笑顔で頑張ろう。なんか違う気がする。めっちゃケールの味なくそうとしてない。いや、今日そういう味付けだったんだって、うん、あ、ケール、パセリ、アスパラ、ショウガ、プチベール、白菜か、白菜か、白菜合ってた？どっちだろう。あのサラダ美味しそうだった。おー、美味しかった。うん、ケールサラダ美味しかったよ。ケールとチーズとナッツのケールサラダ、うん、美味しかった、うん、今日の味付け美味しかった。うん、トミちゃんの配信見ちゃった。あ、みつほ今配信してんの？
みつほん。マグロやったら肉みたいになるから、それでシーチキンってつけたんじゃない。なるほど、なるほど。ちょっとわからんけど、なるほど。え、シーチキン、うんうん、なるほどなるほど。ケールは野菜じゃなくてただの葉っぱ。あ、まあそんな感じする。うん、なんかね、ケールがね、めっちゃおしゃれだったやろ。なんかね、ケールがね、なんかさ、ちゃんと生きてたの今日まで。あの金曜日に届いたっちゃけど、土日月でね、そうかついて、そうそうそう、5日ぐらいちゃんと生きてたの、死なずに、そうしおれずに。でね、海がすごいね、ケールって言って、そしたらなんかケールがすごい理由が分かった。あのね、あんましおれちゃったっちゃけど、でもちゃんと生きてたから、そうすごいねって話しちゃって、なんか多分業者さんが、うん、ケール作ってるところの方が下にねちゃんと水入れてたんですよ。なんかわかる、なんかスポンジみたいな、わかるやかな、根っこの部分に、根っこなんか下になんかついてて、四角のなんか水が入っ、水をこう含んでるやつかな、なんかあって、多分それにそう入ってて、多分ね、そんな感じで、うん、なんかね、そうだからだよ。あ、ケールパセリ、明日は生姜、ありがとう。明日は生姜か。アスパラジュの、アスパラジュはどこに出てくるっけ。明日は生姜、ありがとう。明日はって何、ちなみに。早く食べないから苦くなったんじゃない。あ、そういうこと。いやでもめっちゃ苦いとか全然なかった。うん、すごいよね、キヨサさん。プチベル野菜シスターズ可愛いよね。明日は、明日はってそのままなんや、感じ。葉っぱ、ただの葉っぱ、どういう味。明日バージとか言うんでしょ、みんな分かってるよそれは。あ、天ぷら、天ぷら、どんなのだろう。天ぷらって大葉とかは見るけどさ、分かんないな。明日バーはセリっぽい葉っぱ。あ、セリね、セリは分かる気がする。あれでしょ、春の七草でしょ。パセリと一緒、明日も。パセリ、パセリと一緒なんだ。パセリか、パセリ、パセリね。あ、ああいうのパセリね。うんうんうん、コメントの先読みが上手くなって、ほんと褒め言葉ありがとう。あ、415日、ありがとう、ありがとう。いや、私は明日葉の味が聞きたいんです。はい、あの明日葉はどんな味。まあ明日葉味とか答えないでね、みんな。明日葉は明日葉の味だよとか言うから、うん、明日葉はどんな味、何に似てんの。うん、少し苦い、少し苦い、食べたことないから分かります。私も出会ったことない。でも知らないうちに食べてるとかあるかもね。
意識して食べたことないよね。うん、これは明日場だと思って食べたことはないよね。うん、明日場は明日場やろ。いや、ダメだな。明日の味、明日の味、明日どんな味だろう。うん、明日場の味はない。あ、ないっちゃ。え、昨日の味ではない。あ、昨日の味ではない。あ、なるほど、そっちか。昨日どんな味でしたっけ。明日場おひたしで食べたことあるよ。おひたし、おひたし、小松菜のおひたしとかじゃなくて、今仕事終わったって、お疲れ様。明日はどんな味、わかんない。明日は、明日は、明日はの味なんですね。よくわかりました。明日の味どんな味だろう。明日は甘いかな、苦いかな、辛いかな、わかんない、どれだろう。まあまあ苦い。あ、なるほど、苦いのか。ケールとかと同じ。明日は天ぷらかおひたしが多い。なるほど、少し癖のある味の葉っぱ。お、こういうコメント待ってた。うん、少し癖のある味の葉っぱ。ケールと一緒かな。小松菜のおひたし今日夕飯で食べた。おお、ちなみにすき焼き食べた。あ、すき焼きいいね。すき焼き食べたい。すき焼き出前お願いします。明日場料理で検索したら明日場つの前。最悪、最悪じゃん。わかりやすくと言うと明日場の味だね。わかりにくいわ、わかりにくいわ。うん、菊直ひたしにする、菊直ひたしにすると美味しい。菊直ひたしって何、菊菜とおひたしにするってこと。もずく大好き。もずく、もずくいじりするな。もずくね、もずくを大好きよ。うん、酢の味がよく効いてるよね。うん、もずく美味しい。明日場の話とかけ離れたけど、何？出前の時間終わりました。嘘でしょ、出前の時間終わった？悲しい。あやちゃんなら出前してくれると思ったのに。いや、まだ行けるって。10時までだよね。うん、明日はごまあえ美味しいよ。ほうれん草のごまあえみたいじゃん。そんな感じってことか。うーん。でで出前感。CM でしょそれ。うん、CM だね。浜田さんの CM じゃない？違う？宮崎は遠い。そこをなんとか、そこをなんとか飛行機で出前して。出前ね。うーん、明日11時から12時までで営業してるから。明日、お昼の11時から12時でしょ。それ何時に届くの。飛行機で、はい。船だとちょっと遠すぎるので飛行機、まあ、まあどこから来るかにもよるけど2時間くらいあればね来れると思うので、まあ飛行機、その飛行機、空港まで、はい、空港で、いや、そうですね、うん、そうですね、届けてください。1時間の営業時間ほんと短いよね。うん、待って、空港のゲート出てすぐ、最悪じゃん。時間かかるね。
あ、サンリオのキャラクターでしょ。私いくつかあるんだよね。うん、マイメロディーもクロミちゃんも好きだし、うん、シナモンも好き、シナモンロール、うん、ポムポムブリもめっちゃ可愛い。もうん、横浜からチャリで行く、もう何回チャリ1個買うことか。飛行機ウーバーは送料高い。あ、待って、ちょっと待って、飛行機でウーバーとかあると、本当にある、それめっちゃ送料3万ぐらい取られるんじゃない。ポンポンプリンやろ。めっちゃ間違いかと思った、突っ込んでほしかった。ポチャッコ、ポチャッコわかる、ポチャッコのコップ持ってるんよね。うん、大阪からチャリで何日かかることやら、1週間、いや1ヶ月、1週間、どのぐらいかかるやろ。あるわけないやろ、さすがにない、さすがにないか。なんか本当に言ってるのかと思った。でも本当に会ってさ、使ってる人ってなんかすごいね。もしあったらそれが社長さんとかならやりそう、うん、会社の社長さんとかだったらできそう。うん、嗅覚でボケに気づくかと。ごめん。小林からチャリで行く。おお、空港まで。お、実家いいね。免許の合宿行こうかも悩み中。おお、いいじゃん。合宿が、合宿大変そう。毎日行くんでしょ、だって合宿行ってる期間って。うん、大変そう。合宿どこに行くの？どこで撮んの？どこで撮んの？うん。佐藤から行くか、どこ佐藤って。佐藤ってどこよ。うん。毎日だよね、そうだよね。宮崎で撮るの？本当に？来てよ。え、だってさ、宮崎に来たらさ、あえちゃん宮崎で合宿来てる期間、宮崎堪能できるじゃん。ぜひ、おすすめする。うん。いつ来るの？うん、山田から行こうかな。どこですか？そうなの、1ヶ月ちょっとでね、そうなんだよね、20歳になっちゃうんですよ。まあずっとセブンティーなんですけどね。免許取りなよってね、取りたいよ。うん、ブーンってね。うん、うん、ガチになっちゃったよ、交通費がやばそうって。いやでもどうなんだろうね、来てよ。うん、合宿ありそう。うん、どこでも合宿あんのかな。セブンティーンです、私はずっと。俺免許持ってない。でも都会にいる
人ね、免許あっても使わんくない？ね、なんか運転技術が鈍りそう、乗らんから。なんか電車ばっかじゃん多分。宮崎で免許持ってないってしんどくない？まあしんどいよね。そうだよね。待って、なんか刺さったよ。自分は長野で合宿で撮りました。おお、どれぐらいで撮ったの？氷川さん家の前で合宿？ランニングの練習かな大都会宮崎、うん、1年長く7ヶ月前に秋田県の、すごい、あ、秋田で？秋田東北か、遠いね、すごい寒そう。1年7ヶ月前っていつ？いつ？1年7ヶ月前っていつ？何月になるの？待って、今6月だから、5、4、3、2、1、いや寒いね、ちょうど寒いくらいじゃない？20日間、3週間弱か。3週間ぐらいで撮るんだ、すごい。じゃあ3週間その合宿に行く地で生活するってことかね。うん、秋田どこか分かんない。秋田の場所は分かるけどどこか分かんない。うん、これどこ？大館？なんて言うんだろう、どこか分かんない、全然全く予想してないです、分かんない。埼玉で一人暮らしを始めたら免許の必要性なくなった。埼玉で？そうだよね、電車乗るもんね、うん、待って、お読めたって何？いや、おだって読めるけどどこかわかんないから、うん、大館ってどこですか？うん、みんな褒めてくれる、優しい、ありがとう待って、読めたのに僕も驚いたみんな読めるよ、読める字もあったよ、あるよ、読めない字もあるけど、あそこだよってどこだよ、そう、場所が本当に分からんかった、うんあ、そう、読めなくてスルスル時もあるけど今日読めた普通に、うん、大館って初めて聞く、でも、うん、秋田の温泉、温泉有名なんや、うん、すごいじゃんってみんな褒めてくれる優しい、うん、地名って感じるか関係ないし、夢こともある、そうよ、そうそうよ、みんな、そう、地名はね、なんかね、こう当て字とかもあるからね、難しかったりするけど、大館はね、あの函館の館と一緒じゃないとか言えた、うん、函館ってそうだよね、函館ってああいう感じ書くよね、うん、大館読めたけど大館の場所は分かんないよさすがに、うん、秋田と青森の間、県境、間らへんなんだ、
北海道の地名は難しいね。うん、ねえ、お米ね、ね、お米さ結構有名なとこ多くない？秋田小町でしょ、新潟なんだろう、コシヒカリかな、分かんない、なんか福井とかもあるよ、なんかね、いろんな県にない？お米って、うん、いちごとかみたいな感じかな、重曹、重曹じゃなくて重曹、何重曹って、眠っ、みんな秋田行ったことある？私東北地方行ったことないよ。うん、何、和歌山県の何これ、何だっけ地名、何、陰に南でなんていうの、陰の他の読み方なんだろう、へえ、陰南じゃないってことでしょ、それはわかる、なんだろう、なんて他に何か読み方あるっけ、なんて読むんだろう、東海、宮城しか行ったことない、あ、宮城、仙台、8のいいのチケット押した、嬉しい、当たりますように、当たってね、待ってる、うん、たい焼き集めてフルーツ大福、そうフルーツ大福、そう今今日からなので、皆さん今日16日だよね、そう今日からなので皆さんぜひたい焼き待ってます、陰を変化させ、陰を変化、うん、なんだろう、わかんないな、皆さんぜひチャレンジの方からたい焼きもらってください、うん、ありがとう、かいさん、エイトの全国ツアーで秋田に行きました、お素晴らしい、うん、楽しかった？秋田観光できたかな？昼と夜応募した、嬉しい、待ってるね、当ててね、そうパシフィコ横浜さんであるので来てください、稲見聞いたことあるよな、ないよな、ないかな、稲見っていうんだ、あ、んを呼ばずにね、稲見、なるほど、そうなんです、2000個でね、そうクリアなので、皆さんあのチャレンジの方からに多分届いてると思うので、ぜひたい焼きゲットしてください、うん、そう20日までか、ありがとう、細かく教えてくれて、20日まで、今日から20日までたい焼きを2000個集めたら、ね、フルーツ大福ゲットできちゃうので、ぜひたい焼き、パシオコは電車で行けるかな、嬉しい、おー電車いいね、電車で行けるっていいね、うん、
宮崎のお米美味しいですか？美味しいよ、美味しい、食べてほしい。うん、橋横は地下鉄一本で行ける。豊横線違うかな、豊横線しか知らない。うん、いや、うん、なんかなんだっけ、元町中華街行きみたいな悪くない？ないっけ。たい焼き飛んでるのに見てたら食べたくなさそうだよね。フルーツ大福何味が好きですか？いちご？大福大好き。横浜地下鉄ブルーライン、何それ、初めて聞いた。昼当たったらその後中華街に行こう。おー、いいじゃん、いいね、そういう楽しみ。中華街、中華街よく行く？あいちゃんよく行ってるイメージあるな。いちご大福惹かれちゃうよね、可愛いし、名前も物も可愛いし。マンゴーが丸ごと入った大福食べたこと、え、わさっぴさんすごい美味しそう。毎日毎日毎日僕らは出番の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。東横線で横浜中華街行き、パシフィコ横浜に行き、あ、行けるんだ、すごい。パシフィコ横浜さんって駅があるってこと？みかん大福食べたことある？おー、美味しかった。食べたことない、みかん大福は。いちごならあるな。中華街楽しいんだ。占いに行こうと思って。中華街ってさ、食べ物だけじゃないんだ、占いがあるんだ、行きたい。当たるの、そこよく。カスタードが入った大福食べたい、あ、美味しそう。パシフィコの駅はない、パシオコの駅はないんだよ。近くにあるってことか。じゃあ桜木町、あ、なんか聞いたことあるぞ。最寄り駅だよね、よもり駅じゃなくて。最寄り駅はみなとみらい駅、あ、みなとみらい駅、みなとみらい駅、おお、なるほど。食べ物だけじゃないっちゃ、他何があると。じゃあうちが行くとこは当たる、あ、おー、行きたい、教えて。スイカバー美味しいよね。よもり駅って書いてたよね、さっき。おぶっちゃんか誰か書いてた気がする。最寄り駅クイーンズスクエアにも駅ある。クイーンズスクエアってなんか聞いたことある、ショッピングモールだっけ。なんじゃこりゃ、大福泣いちゃうね。マンゴージュースある、お、飲んで、ね、アイリーの本店、アイリーの本店、そこに行ってんの、よく。よし、スクショしよう。えい、駅名にカタカナを入れるところ、僕が知ってる限り 1,2 箇所しかない。確かにあんまないかもね、カタカナ。
グレニャンさんのことか。なるほど、わざと言ったのね。たい焼きね、食べたくなっちゃうよね。北海道に行くしょ。占いとか信じる。ああ、結構信じちゃうかもな。うん。当たってたらね、信じちゃうよね。うん。占い行くとき、すごい。2号店とかあるから注意。なるほどね。本店に行かないとね。確かに。ショッピングモールだよね。クイーンズスクエアだったっけ。クイーンズスクエア、あ、書いてあった。クイーンズスクエア通過してパシフィコ横浜行ったことあるよ。あ、ほんと近いんだね。私が行ったとこって本当にどこ、あれどこなの、出てもわかんないよね、みんな。あ、1時間だったら教えて。うん、コスモワールド遊園地、ジェットコースター乗ったら乗りたい。あのコスモワールド行ったことあんの私、今日何にも乗んなかった、写真を撮って終わりって感じ。うん、乗りたかったけど人多くてさ、行った時いつだったかな、2年前ぐらいに行ったかな。エイト入る前だったから、うん、普通に旅行で行ったんだよね、お兄ちゃんと。うん、そう。お、ゆうちゃん餃子のポーチさん、こんばんは。パシフィコ横浜の近くに横浜スタジアムある。え、横浜スタジアムに近いんや。そう、パシフィコ横浜さんはね、握手会で2度行ったかな、2回行ったかな、うん、4、5回くらいいろいろって行ってる。おー、なるほど。2年前にコスモワールドですれ違ってたりして、確かに2年前くらいだよ。うん、2年前のね、4月か5月くらいだったと思う。うん、天王座アイルね。あ、アイル、確かに確かに、カタカナ入ってるね。うーん、天王座アイル、天王座劇場だったもんね。あのすれ違ったあの空のだったのか、すれ違ってるかもね。うん、言ってたかも覚えてない。そうよね、そうよね、よく行くもんね、あやちゃん。うん、そうだそうだ、あやちゃんとかみんなってさ、コスモワールド行ったらちゃんと乗り物乗ってますか。あれさ、乗り物乗るたんびにあれだよね、お金払わないといかんよね。待って、そうだ、どこまで読んだっけね。あ、ここからな気がする。ひでとさん、たい焼きありがとう。マングースさん、たい焼きありがとう。やす1983さん、プランターありがとう。こへいさん、たい焼きありがとう。やす1983さん、これモナカで合ってんのかな、モナカありがとう。やす1983さん、香水ありがとう。あやちゃん、たい焼きありがとう。しの、たい焼きとハートありがとう。だるまさんもありがとう。やす1983さん、
だるまさんとお花ハートありがとう。ほんとだろうがさん、たゆきありがとう。やす1983さん、うまたこさんありがとう。ひでとさん、たゆきありがとう。餃子のポーチさん、もなかありがとう。今出てこなかった。ゆうちゃん、ハートともなかありがとう。はい、乗ってるんや。スカイツリー、私スカイツリーもね、東京タワーも見たことあるけど、遠くから見たことあるけど行ったことないんだよね。行きたい、うん、一緒に写真を撮りたい。日曜に遊園地行った。あ、コスモワールド、大空天国っていう乗り物、めちゃ怖かったけど楽しかった。大空天国どこのだろう、コスモじゃない。そう、スリル満点のやつが好き。なんかスリルないとなんかね、あーなんか物足りないなってなっちゃう。なんか楽しいけど物足りんなって、もっとなんかね、落ちたいみたいな、わかる？ドンみたいな、シュードンみたいなのが欲しいよね。うん、あ、コスモワールドじゃない、なるほどね。神奈川にある、なにこれ、これなに、これなに、何？プレジャーランド。何プレジャーランド？免許を取って運転をしよう。なるほど。まあ平和なの、相模湖。相模湖、全然違う読み方しようとした。よかった。子は分かった。うん。相模湖って言うんだこれ。相模湖プレジャー。初めて聞いた。ありがとう。相模湖、相模湖、どうやったら相模湖って呼ぶんだろう。相模湖プレジャーランド、僕神奈川だから、神奈川、東京は詳しい。星50個ありがとう、サイバーさん。HKT みくりん大好きさん、ハートとモナカありがとう。いや、運転にスリルはダメですね。安全運転してください。女の子ってスリルある乗り物好きな人多い。多いんだ。私大好きだよ。東海大相模ってこと？これ知ってる。なんか野球有名じゃない？東海大相模合ってるかな、わかんないけど、あっちかな。甲子園とかよく行ってない？それじゃない？相模原で地名ある。知らん。確かに相模つくね。あ、東海大相模ってこういう字なんだ。あんまり文字として見たことなかった。そうだよね、野球有名だよね。甲子園行ってるもんね。甲子園の常連校ですか。政令指定都市。
菅野選手と原監督、東海大相模なんだ。いやすごい。あやちゃん、たい焼きありがとう。食べたい、たい焼き。たい焼き食べたいね。何味が好き？たい焼き。私たい焼きね、あんこやったら尻尾が好き。うん、サウナと1回でいいから一緒に絶叫マシン乗りたい。おー、乗ろうよ乗ろうよ乗ろうよとか言っちゃう、うん、乗りたい。あやちゃん好き？ジェットコースターピューみたいな、みんな好き？乗りたいね。うん、乗りたい。絶対楽しいじゃん。しのありがとう、たい焼き。普通にこしあんが好き。あ、え、つぶあんじゃない？たい焼きって、うん、めちゃくちゃ好き、最高、気が合ううん、私もね、だいたいカスタード買っちゃうな。そう、たい焼き、そう、尻尾はいいけど、それ以外はね、なんか私あんこあんまりいっぱいいらんくて、うん、いや普通にたい焼き大好きよ、けどなんか尻尾が一番好き、うん、絶叫苦手。うん、チョコ味あったらチョコ選ぶだろうけどね、あんまないよね。富士急の乗り物全部な、え、富士急行きたい。富士急行ってみたいんだよね。たい焼きはもっちり派、サクサク派、サクサク派。そう、尻尾の部分が好き。そう、そうそう、ドドンバ絶叫、そらの好きだよ。え、ドドンバ絶叫、ドドンバ絶叫、何、ドドンバ絶叫っていう乗り物？富士急行きたい。うん、あ、サクサク派が、サクサクが好きなんやけどね。そうなのね、読み間違えてる。ドドンバ、あ、ドドンバ絶対ドドンバ絶対空の好きで、あ、ドドンバね、ドドンバっていう乗り物ね、ごめん。はいはい、思いっきり間違えました。絶対でした、2回見たら。本当にサラって言うんだのがわかるでしょ、ごめんね。回転焼きあるよ、回転焼きあるよ、うん、有名有名。遊園地、うん、行きたいなびっくりしちゃって、ほんとね、ドドンバってなんか聞いたことあるかも。どんな乗り物ね、なんかさ、富士急だよね、あれ垂直に落ちるやつ、あるやつ。でもな、垂直に落ちるやつより私はね、なんかこうやっていってこうやって落ちるやつの方が好き。うん、ジェットコースターってさ、一番前よりも一番後ろの方が怖いんだっけね。ユニバだったら、ハリウッドドリームザライドとバックドロップと、うん、なんだっけ、フライングダイナソーが好き。うん、うん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 、そう、富士急いいな。一番後ろが怖いよね。そうだよね、うん、なんかね、私ね、一番前も一番後ろも乗ったこと
と多分あるんだよね。そう、そうだね。なんかフライングダイナソーで一番前と一番後ろ乗ったことあって、一番多分待てフライングダイナソーだったかな、なんかでね一番前と一番後ろ乗ったこと、多分そうだフライングダイナソーかな。でね、一番前は全然怖くなかった。友達ともおしゃべりしながら、そうそう、走ってたじゃない、ビューンやってた。うんうん、そう、うん、私お化け屋敷はね嫌いなんだよね。めっちゃ叫んじゃう。うん、叫ぶより泣いちゃうから。うん、いやそう、真ん中らへんほんと嫌だよね。もう前か後ろがいい、ほんとに。うん、後ろの方が怖いよね。だって一番前がさ怖いと思うやんか。そう、一番前が絶対ね誰でも怖いと思うの。一番前ってなんか、そう、一番前ってさやっぱ落ちる瞬間がこう自分の目で見れるしさ、怖いなって思いがちやけど、一番前ね本当に乗ってみたらわかる。一番前が一番怖くない。うん、一番前がいいよ。ジェットコースター怖い人には一番前がおすすめですとか言ってもね、絶対怖いと思うと思うけど、一番後ろの方が怖いんだよ。一番後ろの方どこにあってもさ落ちる高さは一緒やけど、なんか一番後ろの方が一番上から落ちるって感じするじゃん。だからかな、怖いんだよね。いや怖いっていうか楽しいんだよね。うん、怖いっていうかよりいいかは、私からしたらめちゃんこ楽しい。うん、そう、怖さをそう求めてますね。うん、バンジージャンプはやったことないからな。うん、あそう、一番前が、まあ、一番景色は綺麗。うん、一番前、あそう、景色楽しみたかったら一番前に乗った方がいいと思う。ね、一番前怖くないよね。そう、一番前は本当にお友達と会話しながら行ける。あこれ綺麗だねとか、あそこ何々あるよとか言いながら私は乗ったりします。あーもうすぐ落ちるねーとか言って、そう言ったりする。そうそうそう、1時間経過ありがとう。ディズニーリゾートのスペースマウンテンも暗いからぶつかりそうで、あースペースマウンテン楽しいよね。うん、なんか動いてない、目は開けてるのって。開けてるよ。うん、オミが富士急の絶叫マシン乗ってるの見てみたい。あー見てみたい。オミね嫌いなんだよね。うん、絶叫、景色見る余裕なんてないよ。いやあるんだよ。そうだよね、でも苦手な方はそうですよね。うん、じゃあ無理やり連れて、そう無理やり連れて行かれた時には、そう一番前を選択して乗ったらいいと思う。うん、力むと怖さ倍増するか、確かに逆にね手を上げると全然大丈夫待って、それねあやちゃん怖い人からしたら多分ねそれはね全然信じれんアドバイスやと思う。うん、でも手ね、そうね、力むより手伸ばした方が楽しいね。うん、乗れる人は。私そうね、ジェットコースター、私ねジェットコースター一番最初に乗ったジェットコースターが、あの今はなきスペースワールド、福岡にあの北九州にあったスペースワールドのタイタンだったんやけど、タイタンはなんかまあ小さかったから怖かったっていうのあったんだけど、めちゃめちゃ顔が引きつってたってパパが言ってた。パパと一緒に乗って、そう
きずってたよって言ってたけど、私それがきっかけで、でもね、スペースワールドの中にあるジェットコースターの中で2番目に大きかったの、高さが。あの、うん、2番目に絶叫みたいな、1番目がザタンみたいな名前で、ザタン乗ってみたい、そう、ザタン乗りたいと思ったっちゃけど、ザタンはもうめちゃめちゃ高いの、こういってこうやって落ちるの、もうこんなんだから、でこっからこう落ちていく感じやから、めっちゃ直角じゃん。だからそう、あのね、ちょっとめちゃめちゃチキって、初めてのジェットコースターだから、そうめっちゃチキってやめたんやけど、でもあれも乗りたかった、ビーナスだっけ、緑のビーナスは1回転するやつで、まだね、そう初めてのジェットコースターの日だったから、ヴィーナスも1回転するっていうのがまだなんか怖かったっていうか、まだ勇気がいって乗らんやったけど、タイタン乗ったね。でタイタン乗ったから、もう普通にちっちゃいジェットコースターもあるやんか、ちっちゃい小屋に、それ乗ったのなんかもうわーいって感じだった。うん、タイタン、そうタイタンさ、途中になんかクイズがあるんだよね、文字が隠れててつなぎ合わせてくださいみたいな課題があるんだよね。楽しかった。タイタンはあかんって、タイタン、そう、その時は、うん、めっちゃ楽しかったっちけど、初めてやったからか、なんか引きつってたらしい、なんか、うん、楽しさと怖さとって感じだね。手を上げると逆にふわっと感じなくなる、あ、ふわっと感なくなる、確かに、うん、確かに風を感じるよね。うん、怖そうでしょうね。八幡のあたりをうつろいていた頃言っておくべき、そうだよね、近いもんね、八幡駅から。うん、クイズに参加しても何ももらえんよ。うん、何ももらえんけど楽しいって感じよ。そう、私が乗りたいって言って、で、いいよって、そう、パパが一緒に乗ってくれたの。そう、なんかお兄ちゃんの方がジェットコースターダメで、お兄ちゃんそれ乗らんやったけど、パパと私乗った。しかもね、パパその時ね、なんか足骨折してて、骨折治りかけみたいな時で、でも一緒に乗ってくれた。うん、楽しかったな。スペースワールド行きたいって言ってももうないからね、悲しいけど。ザタンに乗りたい人生だった、ザタンとヴィーナスに乗ってみたい人生だったそう、なんかザタンぐらい怖いジェットコースターあるのかな、富士急にあるのかな、富士急行ったことないからな。私今のところディズニーランドとディズニーシーと USJ で怖いって思ったジェットコースターがなくて、全部楽しいで終わってるから、うん、あ、でもね、ハリウッドドリームザライドは後ろよりも前の方が怖さで言ったら怖いかな、下が見えるからね。うん、バックドロップめちゃめちゃ楽しい。うん、そうね、いや、お化け屋敷は本当にダメなの。うん、大空天国乗ってほしい。大空天国どういう乗り物？うん、富士急行きたいね。富士急行ったらさすがに怖いって思うかな。なんか怖いって思う乗り物に乗りたいな。いや、お化け屋敷は遠慮します、遠慮します。あ、ブランコ、乗りたい、怖い、うん、養鶏、
陽気はちょっと嫌だけど、でも楽しそう、めっちゃ。ブランコでしょ、絶対楽しいじゃん。飛行機でストンと落ち、待って待って、飛行機が落ちるってこと、怖い、それは怖い怖い、さすがに怖い。飛行機安全運転でお願いします。東京ドームシティのコース、ジェットコースターも意外に怖い。ねえ、乗ってみたいんだよね。あるよね、ジェットコースター。うん、結構怖いっていうね。90度になる。90度、いや怖いね、怖いね。え、こうじゃん、怖いね。乗りたい、うん、乗りたいね、乗ってみたい。うん、なんか怖いっていうあれを味わいたい。そう、ジェットコースターでね。90度はすごいわ。90度は怖いね。楽しいっちゃ、私好きかな。それがさっき言ってたやつ、なんだったっけ、ドドンバ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 だったっけ。それがそれ、あ、違った、大空天国か。ドドンバは、うん、大空天国ね。うん、絶対好き。じゃあ乗りたい。うん、ドドンバ、ドドンバは、空中ブランコ、楽しそう名前が。うん、ドドンバ、ドドンバってどんなんだろう。え、なんかさ、なんだっけ、シュッって落ちるやつ、カウントダウンして猛スピードで落下する、あ、あれじゃない、上からさ、こう垂直にドーンって落ちるやつ、それかな。なんかそれがあるイメージあるんだよね、富士急、富士急アイランド、なぜか。うん、それがドドンバかな。走る、ドドンバカウントダウンして猛スピードで走る、楽しそう。10時半ありがとう。そうそう、じゃあランキング読もうかな。うん、ランキング読むね。めっちゃ楽しい、ジェットコースターの話大好きなんだよね。13位、オメラさん、ありがとう。10人ギャルサットマーク、7レンジャー、サノーふわふわ方言、エクボガカリさん、ありがとう。11位、ピンクカメオさん、ありがとう。10位、マッチャさん、ありがとう。9位、ブーちゃん、ありがとう。マッチャさん、この時間珍しい気がする。8位、カラスのカーコさん、ありがとう。7位、ユアットマーク、ズッキーナイトもレミングミさん、ありがとう。6位、スヌポンさん、ありがとう。5位、アヤトマク、サラニョーって、ありがとう。4位、ヒデトさん、ありがとう。3位、ワサピさん、ありがとう。2位、シナトマク、サノン大好き、サノンに出会えて毎日が幸せ、ありがとうって、こちらこそありがとう。そして1位は8983さんでした、ありがとう。はい、一回でいいから一緒に乗りたいね、本当に。本当に乗りたい。うん。叶うものなら乗りたいね。うん。それではじゃんけんしましょう。せーの。そらのじゃんけん、じゃんけん、ほい。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。すごい楽しかった、本当に楽しい。ジェットコースター乗りたい、ジェットコースター乗りたいね。はい、ジェットコースターに乗りたいです、すごく。今日も見てくれてありがとうございました。それではおやすみなさい、ありがとう、ありがとうね、夜に見に来てくれて。また
さんお話ししましょう。おやすみなさーい。